ペリカンビン。ペリカンビンはかつて展開されていた宅配便事業及び商品の名称である。2009年3月までは日本通運。日通が同年4月から2010年6月までは j p エクスプレスが事業を行っていた。基本的には U-PAC に統合されサービスを終了しているが、一部のサービスについては統合後も日通航空扱いを含み、 日通が継続している。日本通運における宅配便事業のブランドとして設置されたが、日通全体としてはこの部門の収益性が良くなかった。また、郵便事業、現日本郵便は日通と同じく U-PAC ブランドで宅配便事業を行っていたが、ヤマト運輸と佐川急便の2社のシェアが圧倒的であったため、 U パックの収益向上の必要性に迫られていた。両社の利益が一致する形で受け皿となる合弁会社 j p エクスプレス略称 JPEX を設立し、ベリカンビンは同社のブランドとなっていた。しかし、日通のイメージが強い印象があるためか、2009年10月頃から j p クスプレス宅配便と称することが多くなり、 口術のように同年11月頃から配布されている、送り場からのペリカン便マークも姿を消している。なお、ペリカン便では扱えないサイズ、重量の荷物を扱う、貨物扱いのサービスとして、アロービンというサービスが日通に存在するが、こちらは2009年4月以降も日通によるサービスの間である。また、スーパーペリカン便。 海外ペリカン便などの日通航空扱いの商品、他法人向けの一部部門などについては JPEX へ移管されない。また、台湾当原集団、テコグループへのライセンス供与という形で、現地で宅配通、ペリカンの名称でサービスを行っている。なお、JPEX への移管に伴い、ペリカン便関連の電話番号については、フリーダイヤルから新たに、 KDDI のフリーコール番号に変更されている携帯電話からの問い合わせ用は NTT コミュニケーションズナビダイヤルが別途設置されているが各営業店の番号は概ね従前の日通の PA 支店営業所番号を継承している今後事業統合や郵便事業への周配業務の一部委託へ向けて一部日通委託拠点の直轄化や再委託拠点の見直しなどを図っていく 方針としていた。営業店名称は、おおむね、直轄店舗、主に統括支店建設拠点が、支店、日通委託店舗は従来通り、ペリカンセンター、PC、または、日通の支店、営業署名、他社委託、正確には、日通による、再委託拠点は従来通り受託企業の社名そのもの、一部は、ペリカンセンターとなっているケースもあるが、正確には、 受託社名が頭につくとなる。一部で営業所となっている拠点があるが、こちらについては直轄、委託の区分については、両方のケースがあり、事業所名称だけ見ただけでは、不明確。原則的には、次のようになる、括弧内の名称はない場合もある。なお、2009年9月末までの拠点形態で、同年10月の新ブランド開始以降の形態については現時点では未定。 なお、直轄拠点であっても、常実のように、日通と設備を共用しているケースもある。統括支店のケースでは、共用であってもアローセンターのみだが、それ以外の拠点は、他の事業を含めた全部を共用しているケースもある。当初 U-PAC とのブランド統一を予定していた2009年10月より、一部拠点の再編が行われ、むね次のようになった。運送車両については、 JPEX の事業開始に合わせて、新デザインのものが採用されているが、従前の一部日通車両については、日通車名と、九州下フリーダイヤル番号部分を、JPEX 車名や、新フリーコール番号が書かれたステッカーでマスク、しただけの車両が見られる。拠点については常実の通りだが、配達員については直轄の拠点であっても、委託配達員となるケースがあり、 すでに日通時代の委託配達員が JPEX 移行後のペリカン便に加え u パックを配達している事例も見られる。2009年9月以前の時点で、すでに郵便事業の赤色塗装仕様の軽ワゴン車に JPEX プレス宅配便のステッカーを貼り付け、郵便事業の u パック配達員用制服、郵便事業の内勤職員及び郵便物、配達員の制服とは、 別に類似した作業着を着た配達員がペリカンビンあるいは U パックを配達する事例もある。2009年9月11日に郵便事業が発表した統合延期に伴い2009年10月1日より一部地域のペリカンビンの集配業務を郵便事業の一部支店へ委託することになったこの時点での具体的な方法は常実通り。その代わり 料金効能扱いの UPAC の利用者に対し、ペリカンビンを利用する JPEX 掛け売りへ移行するようアナウンスを開始する。しかし、JPEX の赤字拡大が止まらないこともあり、統合方針を見直しすることとなったため、2010年7月1日をめどに郵便事業が JPEX の事業の譲り受けすることになり、ペリカンビンのサービスレベルを取り入れた UPAC として、 宅配便事業を統一することが2009年12月24日付で発表され、郵便事業による譲り受けの後、速やかに JPEGS を生産する方向であることが明らかになった。これにより、一般のペリカン便ンブランドは消滅を見ることになった。なお、コールセンターのフリーコール番号、配達時間対してセキュリティサービスなどは、郵便事業の譲り受けにより、 u p パックへ継承されている。JPEX 名の送り状については、当面は u p パック用のものと同様、一部のサービス専用のものを除けば従前通り利用可能としている。3通名となっている送り状については、システムの変更があるため使用不可となった。なお、今般の措置に伴って u p パック側では、JPEX のラベル仕様を継承した元払い A ラベルと元払い、 B ラベルが新設されていると、ラベルサイズに止まり、それ以外の点は、ほぼ同一の利用が可能。そのため、従来の U パックの A ラベルは、C ラベルに統合される形となった。木払いラベルは、従来の U パックベースのものに一本化している。一部コンビニで、ベリカンビンの取り扱いを行っている。ただし、JR 東日本系のニューデイズでは、地域によっては、 他社の宅配便サービスを取り扱っているところもあった。日通時代には、U-PAC と併売している形で取り扱っているチェーンも一部で、見られたデイリーやマザキや AM、PM など。これは、日通が U-PAC の集荷も一緒に取り扱い、日通が郵便事業の支店へ一括して差し出すという形式を取っていたことに起因する。このため、 日本郵政公社時代に公開されていた U-PAC の取扱会店リストにコンビニや一般の取扱会店に加え、日通のペリカンアロー支店内市はペリカンセンターが含まれていた。なお、j p e x への移行に伴い、送り状が2006年以降に発行されたものをベースに新調され、取扱会店 CVS 用の元払い。 送り状と着払い送り状については、4桁ごとに送り状番号がハイフンで分けられている UPAC の送り状や2005年以降に発行された宅急便の送り状同様、引き受け点尾会では差し出し名と受け取人名以外の個人情報以外の方をマスクする処理がされているが、週刊 JPEX 直営の取り次書などで利用されている元払いの送り状については、 従前通りとなっている。同様に、新たに、同一宛先割引適用のために、前回の伝票番号の記載欄が、新たに設けられ、さらに同一割引の使用済み印の欄が、左隅のペリカンマークの下に設けられた。スーパーペリカン便や海外ペリカン便などは、2009年4月以降も引き続き日通の事業を、一部を除き、日通航空扱いである。なお、 クールペリカンビンはスーパーペリカンビン扱いのクールンとして日通航空扱いとなるものが存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。